はい。それでは今回は行列式とブロック分けということで、まあ以前、行列のブロック分けとやりましたよね。えー、行列を、まあこのブロックで分けて考えると。こうあった時に、こうブロックでこう分けて、まあ考えると。で、まあ、例えば23行列と25行列と 3×3 と3 ×五みたいな。こんな感じでこう分ける。やりましたけども。まあ今回はですね、この A と B が、 こう、正方行列ですね。ですから、ここは、ま、サイズ N で、N 行、N 列で、まあ、B も M 行、M 行、M 列というときにですね、え、こういうふうなブロック分けができてるときに、まあ、この行列式がですね、え、まあ、このように、まあ、この対角線並んでる二つの行列の、行列式の席になると。ただし、ここにありますよう、ね、に、ここに、どっちか一方の、この、えっと、逆対角のブロックのうち、どちらか一方が、 ゼロブロックになっていると。ゼロ行列になっていると。ま、いうことがですね。あの、必要なんですけども。で、ここで、まあ、あの、重要なことですけども。ま、仮に ABCD が全部同じこうサイズ N の正方行列であってもですね。こういうブロック分けのできる行列式の式はですね。え、A の行列式と D の行列式をかけて、B の行列式と C の行列式をかけたものっていうふうにはならない。あの、唯一なのはもちろん、あの、 えっと、すべてが1の場合ですね。この場合は、AD、数ですから AD、AD-BC なんですけども、N が2以上の場合は、これは一般には成り立たないということですね。はい、N イコ1の場合は、例外的に毎丁、例外的には数なので成り立つわけですけども、その数の話をですね、このブロック分けで一般化して、こういう等式が成り立つということはないので、それを勘違いしないようにしてください。 あくまでもどちらかこの、ここで言うとこの,この B と C のどちらか一方のブロックが0行列であるときに A、B とこの2つをかけたブロック、行列式をかけたものが全体の行列式になると。まあそういう性質があるということですね。それではちょっと例を見ていきましょう。この例ではですね、えっとこれ11ブロックとこう33ブロックとこういうふうに分かれているわけですね。 でこの場合には、えっと、この3ですね。これはまあ、あの、数なので、まあ、これ行列式といっても、ま、3そのものだけでいいわけですけども、ま、1次の行列式っていうのは定義してませんが、1次の場合はその成分そのものということでいいですね。で、そうすると、これはですね、まあ、このように、あの、なるというわけです。はい。で、つまりこれはどういうことかというと、こういうふうにま、0をこうなんこう吐き出しかなかでこう作っとくと、 この次数下げが起こるですね。この 3×4 時なんだけど3次の行列式の計算でよろしいということですね。この性質は後で次回ですね。4位指行列、4位指展開の話をするときに重要な話ですので、よく理解しておいてください。はい。これはもちろんこれのこのブロック分けの行列式の話の特別な場合ということですね。はい。ということで、N が1の場合はブロック分けの式は次数下げの式になっていると。 いうことで、えー、応用性が非常に高い、理論的にも応用性が高いものですと。はい、えっと。えっと、もう一個例を見ておきましょう。えっと、この例はですね、あの、3524とこうやって7943で、これ、これ見るとですね、さっきのこういう例で使えないじゃないかと、いうふうに思うかもしれませんが、ここのところで,ですね、実は3524っていうのは同じものなんですね。なので、これを要するに1行目をこう、マイナス1は3行目に加えて、2行目のマイナス1枚を4行目に加えてってやると、ここに0ブロックができるんですね。 まあ、もちろんここのところはもちろんちょっと変わりますけれども、えー、と、ころで2、3、3、1とこういうに変わりますけれども、まあこれこういうゼロブロックのある、こういう形にできました。ということなんで、この行列式は、ここの行列式とここの行列式の積でよろしいということで、はい、このような計算ができますと。 はい。それでは例題ですね。次の各行列式を求めようということで、ちょっと計算をしてみてください。はい。それでは見ていきましょう。一番ですね。行基本変形を用いてですね、これは、ここですね。えっと、ここ22なんですね。36ですね。これ11の2倍と12の3倍なので、 ま、これ、マイナス2倍とマイナス3まで、これやってやるとですね、これゼロブロックができるんですね。はい。ということで、え、先ほどやったのと同じようにして、これ2く1と、マイナス3く2で、マイナス5と言いますね。はい。もちろん、この、行基本変形、列基本変形使って吐き出しとかやって、やってもらってももちろんできます。これ今のはここに22がありますから、えっと、これで消すと、ここは、ここ24ですからね、これ、列基本変形やってますから、できますね。はい。あのー、 で、月本変形をやっても実はこうできるわけですね。ちょっとやってみましょうか。ちょっと、よいしょ。えー、っと、1、1、2、3、1、2、2、6ですから、えー、っと、2倍と2倍でひ、マイナス2倍して引いてやると、00、1、1、00、えっと、4、6を引きますから、あ、じゃあ、4十二を引きますから、2、マイナス、こうですね。 と、えっ、ー、と、ナス5で。おっと、違う。あ、これ1ですね。1ける二引く時点一ですね。ナス5で5、一緒ですね。はい。ということで、まあ、どちらでやっても構いません。ということですね。で、2番ですけども、2番はですね、こう、ね、これどうなっているかというと、ここに2があって、ここに全部0があると、こういうことですから、ここの部分と2の積になるんですね。 はい。こういうになります。で、これ、まあ、なんか全然簡単じゃないやと思うかもしれませんが、よく見るとですね、ここにまた今度0があるんですね。ということで、これはまたもう一回使ってですね、4が、4が出てきて8倍のここになると。でまた今度2倍のこう0が出てきますから、2倍の16倍のここと。でまた、あ、こう計算するということで、えー、マイナス16と出てくるわけですね。 はい。では、あと最後にですね、えー、この行列式とブロック分けのこの主張ですね、証明をやっておこうと思います。証明はですね、あの、情報性のところと全く同じような感じでやるんですね。はい。えー、あの、トリックを使うんですね。何だったかというと、この FA ですね。FA というのをこのブロックの行列式と置きますと。いう,うですね。これの A スター 0B っていう、これをですね、B とかこのスターの方を固定して、 え、止めてですね、え、A の関数とみなすわけですね。そうすると、ここのところが0なので、列に関して多重線形性対価性があるんですね。えー、つまり、えっと、A の、この、この A の1列目が例えば A1 たす A1 ダッシュだとすると、下が0ですから、0は0ダッ0ですから、え、全体としてこの一列1列目が、え、A10 と A1 ダッシュ0の和になるわけですね。ということで、この全体の行列式の線形性から線形性が出てくるということで、 この、まあ、要するにこの行列式の最初の N 行の、N 列の部分の線形性から、この A の、この FA、FA という関数の多重線形性が出る。対価線も同様ですね。対価線も A の例えば2列目と3列目一緒やったら下0ですから、まあ、全体としても一緒なんで0と。入れ替えたら、下0なんで、ま、入れ替えたもん。ということで、ま、全部これ出てくるんで、FA は A のところに単位行列の入れた時の値かける A の行列式という形になる。 いうことですね。で、じゃあ、この単位行列における値は何ですかっていうと、これなんですね。ここに単位行列代入しますかこうなんですね。で、今度はですね、これちょっと列基本液を使います。はい。ちょっと列基本液、ちょっとあの、泥臭い方法ですけども、基本液を使ってやると、こう、体格成分に1がこう並んでいるので、列基本液を使うと、こちらがですね、ここ0なんで、B に何の影響を与えることもなく、これ全部0に潰すことができる。ですね。ここ、例えば356となったとしても、こう、11だったらすると、これ1を使って全部、こう、全部、 綺麗にゼロクリアすることができるんですね。ということなんで、えー、こういうふうな形になります。で、今度はですね、これの行列式が B の行列式にあるってことを、あと示せばですね、そう、ここを代入したらですね、A の行列式かける B の行列式が出てくるんで、この M 字の行列式 B、M 字の正方形列 B の関数として、この部分を GB と置きます。もう一回同じトリックを使うんですね。またかって感じですから、まぁ使うんですね。と、やっぱりこれ、あのー、 上が0ですから、はい。B に関して、えー、多重線形性対価性を持つんで、GB は EM における値かける B の行列式と。ところが EM を代入するとですね、これ全体としてこれ単位行列になんですね。N たす M の単位行列になりますから、これは値が1なので、えー、GB はこうと。ということで、はい。証明終わりですね。 で、あの、同じような方法でやってもいいし、点値取ってもいいし、全子力の A の行列、こっちが0の場合も同じように示すことができるということですね。